皆様、はじめまして。私は名もなき悪魔。古き知り合いからはノワールと呼ばれていたのですが、あまり好きな呼称ではなかった。ですので、黒とでも呼んでもらうようにしていたのですが、この度ついに、あのお方、リムル様より、ディアブロという名前を賜ったのです。実に歓喜。この喜びを皆様とも分かち合いたい。そう思っていたところ、リムル様との出会いについてインタビューを受けることになりましてね。実に面白い企画であると感銘を受け、今回ぜひとも協力させてもらうことにしたのですよ。当然、皆様も興味があることと存じます。異論などありませんよね。それでは、お聞かせいたしましょう。そうですね。どこから話しましょうか。まずは、そう。私の趣味ですが、人間観察です。人間はとても面白い。とても美しく魂を輝かせるものがいるのですから。そうしたものたちは得てして強い感情を抱くもので、それが私の大好物なのですよ。ある時は、とある大国の大臣に呼び出されました。その者が死ぬまで数年の月日を共に過ごしましたが、奴の愚かさには呆れを通り越し、とても楽しませてもらったものです。またある時は、どこぞの貴族令嬢に。裏切られて昇進していたその少女は、希代の悪女を目指すため私の協力を当てにしてきましたね。そしてある時は、英雄を志す少年に呼び出されました。この者については、呼び出されたというよりは、興味本位で手伝ってやった、というのが正確でしょうか。弱いくせに無謀な奴で、自分の幸福よりも見知らぬ他人の幸せを願うような、そんな愚かしい人間だったのを覚えています。他にも色々な縁がありましたが、とても興味深い者たちばかりでしたよ。願望と呼び替えてもいいのですが、そうした意志によって、魂が磨かれるのでしょうね。どんなに汚れた魂であろうとも、最後には綺麗な輝きを放っていたものでした。私はね、その輝きが好きなのです。だからこそ強い意志に呼ばれると、ついついおせっかいを焼いてしまうのですよ。その日の出会いは偶然でした。いつものように悪魔界から鬼畜世界を覗き見していた時の話です。あのクズどもを絶対に許さないという強い殺意を感じ取ったのです。私が好みとするとても強い感情でした。ところが、残念ながらそのものはとっくに虫の息でした。ですがまあ、私には関係のないこと。さっさと用件を告げたのです。身の程知らずにも、この私を呼び出したのは、あなたですか?とね。私を見た人間の反応ですが、大半が怯えて会話になりません。ですがそのものは、瀕死であるにもかかわらず、しっかりと願いを口にしました。神が願いを聞き届けてくれぬなら、あくまでも構わない。私の魂をあげる。何を持って言ってくれても構わない。だからお願い。あいつを、あいつに。実に素晴らしかった。その死を前にして紡がれた混じり気のない心からの願いは、私の心を動かすのに十分な価値がありました。輝く魂は美しく、私いいでしょう。暇つぶしに、その願いを、祈祷契約に応じて、私はその者の願いを叶えることにしたのですよ。さてそうなると、いくつか問題がありました。一番重要なのは、私に肉体がないことでしたね。それを解決するためには、依頼主の肉体をもらい受けたのは当然として、本来ならば、魂の力も利用したいところ。ですが、
その者たちの魂はとても美しかった。つい見惚れてしまい、夫婦であろう二人を見送ってしまったのです。本当に、我ながら大サービスでしたよ。おかげで、足りない分は襲撃者を返り討ちにすることで賄い、苦労する羽目になったのです。ちなみにですが、我らデーモンには色々な制限がありまして、先ほど述べたように覗き見することすら意外と難しいのです。悪魔界は精神世界に存在し、半物質世界である基軸世界とは交わっておりません。ですので、常に観察できるわけではないのですよ。私自身は無敵ですが、この身はアークデーモンに過ぎませんしね。世界の法則に従って、力が溜まった際に時空をつなげてみるしかないのですよ。まあ、私は他の同胞たちと違って、特定の地域に拠点を構えたりはしておりませんから、実に身軽なものでした。ですので、気の向くままに旅をしていたのです。配下を持つのも面倒ですし、勢力拡大にも興味はありませんでした。ごく稀にですが、気に入ったものをしもべにしたりはしていましたがね。自分の力を分け与える相手もいないので、多少の余裕はあったのです。そんなわけで、他の同胞たちより自由行動が可能なのですが、これが特別なことなのは、ご承知おき願いたいものですよ。そうして肉体を得た私は、その国の王城へと向かいました。そこで繰り広げられていたのは、見るに絶えない茶番です。思わず笑ってしまうほどのね。ですが、好都合でもありました。私が受けた依頼は、一言で言えば、復活した悪魔の討伐となります。死にゆく彼女の感情から、強い殺意を感じ取りました。その対象として、いくつかの顔を思い浮かべていたのですが、その場にも何名かいましてね。それが見事に、全員がデーモンだったわけです。おそらく、あの夫婦ははめられたのでしょう。そして黒幕は、この王国の上層部で間違いありません。何しろ、悪魔を討伐せよと声高に叫ぶ騎士たちこそが、まさしくデーモンなのですから。こんな茶番も滅多にないというものですよ。となると、依頼を達成するのは実に簡単。この場にいる悪魔どもを順番に始末していくだけで、親玉まで案内してくれるという寸法です。中には人間の騎士も混じっていましたが、向かってくるのなら、容赦する必要はありません。運が悪かったと諦めてもらい、私の糧になってもらうつもりでした。少しでも考える頭があれば、自分たちの上司の発言こそがおかしいと気づけるはず。それを怠った時点で、生きる意味は、というものです。それは騎士たちだけでなく、その場に集っていた冒険者たちにも言えることでした。私の邪魔をするなら、排除するまで。そう考えて行動に移ろうとしたのです。ですがその時、あなた、この場にいる者を排除して、悪魔を探し出すつもり？そう言って、私の前に、あの女が立ち塞がったのですよ。静江伊沢というのが、あの女の名前でした。親しい者からは、静と呼ばれていたようですが、私がその名を口にしたのは、数えるほどだったかと記憶しています。それはともかくとして、初見での彼女は、取るに足らぬ人間という印象でしたね。単なる邪魔者の一人。そう考えて、さっさと排除することにしたのです。がしかし、それは私の思い上がりでした。ファイアボールで始末できると考えた私は、次の瞬間に自分の失態を悟りました。炎に包まれたシズが、私に炎は効かないわよ。と教えてくれたのです。彼女はエレメンタラーでした。しかも刺激するのは上位精霊イフリートだったのです。彼女が珍しい力を有していると見抜けなかったのは
紛れもなく私の慢心のせいでしょう。それと同時にシズがただものではないという証拠でもあります。上位精霊と完全に同一化していながら、その見た目は人間そのもの。しかも私が一別しただけでは見抜けぬほどのね。つまりは孫をことなき実力者だと言えました。そもそもの話、上位精霊はアークデーモンの天敵と位置づけられている存在なのです。だからシズも自分が有利だと考えたのでしょうが、実に残念。相手が私でなければシズの思惑通りになっていたでしょう。しかしながら私にとっては問題にもなりませんでした。残酷なまでに私と彼女では実力差が開いていたのですよ。その時は私は肉体を自分の魔力で補っていた分、多少は厄介でしたがね。それはハンデとしてちょうどよかった。戦いとは拮抗するほど面白い。そんなわけで私も久々に戦いを楽しもうと思いましてね。結果は思った以上に満足いくものでした。シズは切り札としてインフェルノフレイムまで繰り出したのですから、これは本来人の身には余るほどの極大魔法です。精霊王クラスが扱う精霊魔法の奥義をシズはたった一人で行使してみせたのですよ。痛みを感じるなど数千年ぶりの出来事でしたし、心からの称賛に値するというものでした。ですが残念なことに、楽しい時間とは長く続かぬものです。時間をかければかけるほど消耗も激しくなる。すると当然依頼達成に支障が出る可能性がありました。ですのでもっと戦いを楽しみたいという欲望に蓋をして勝負を終わらせることにしたのです。私はシズが苦しまぬように一撃で勝負を終わらせようとしました。ところがここで思わぬ出来事が生じたのですよ。なんとシズの仮面に触れた途端、私の力が反射されてしまったのです。はっきり言ってこれは異常事態でした。痛みを感じたのが久しぶりならば、驚愕したのも数千年ぶりです。何しろその仮面、どう見積もっても私よりも時間の積み重ねが長かったものでね。それこそ時間圧は無限に等しく、それはつまりこの世にありうべからざる物体といっても過言ではありませんでした。時間とは無限からゼロへと収束する現象であり、その到達点は善なる一というのが私の見解。停止することはできるかもしれませんが、巻き戻すなど不可能であり、つまりはその時点での時間圧の蓄積量は万物不変の絶対値であるべきなのです。その結論が覆されたとなると、私の考えが間違っていたのでしょうか。いいえ違いますね。その仮面が得意点に関与していると見るべきでしょう。ではどうして彼女がそんなものを持っているのか、がぜん興味が湧くというものでした。だから私は彼女を見逃したのですが、それが彼女との因縁の始まりだったのです。その日の夜、オルトスとかいう雑魚に殺されそうになっているシズを見て、早速それに気づきました。人間は弱い。シズは実力者ですが、どうやら成人には至っていなかったようで、イフリートをあれだけ刺激しているのに、不思議な話ではありますがね。とはいえどれだけ強くても人間は人間ということです。披露すれば実力を十分に発揮できないものですし、そこを狙われれば簡単に敗北してしまう。
実に脆弱なる生き物なわけですが、これが困ったことに私とも無関係ではなくなったのです。私が見逃したことでシズとの勝負は引き分けとなりました。つまりはシズと私は互角だと世間では評価されてしまっている。そうなるとですよ、シズが負ければ私の敗北とも同義になるわけです。断じて認められぬ話ですね。それに何よりも私に痛みを与えるほどのものが他の雑魚に殺されるなどあってはならぬ出来事でした。だから私は自分の依頼を達成するついでに彼女を助けることにしたのですよ。それからシズとは何度も開口するようになりました。時には敵対し、時には協力してと、本当に不思議な縁で結ばれたものですよ。まあ退屈しのぎにはなりましたがね。そうして数十年の月日が流れ、ついにその日がやってきました。シズが自分の寿命を悟って旅立った先にあのお方がおられたのです。私は一目で気づきましたよ。このお方こそ私が仕えるにふさわしい主なのだとね。シズの仮面が割れた時点で、その時間その場所で起きた出来事が大いなる得意点に関与しているのは明白。そしてその証拠にリムル様が割れた仮面を修復してのけたのです。時間圧もそのままに、シズの仮面はそこにありました。つまりはここが起点にして終点、運命の輪は必ずこの得意点へと至るのでしょう。であればこれから先リムル様を観察することで世界の真理すらも解き明かすことが可能なのではないかと私はそう考えたのです。まさしく私の寿命を捧げるのにふさわしい。そんなリムル様をよくよく見直せば、ただのスライムとは大きく違っていましたとも。つるりとした流線形は美しく、思考の美を体現したかのごとく、ぽよんと弾む姿は神々しく、見る者の心を和ませます。リムル様の流線形は他のスライムとは違い、麗しくも気品に満ち溢れ、威厳がありました。どれも同じに見えるだと。はやれやれ、あなたの目は腐っているようですね。あっても役立たないようですし、くり抜いて差し上げましょうか。おっと失礼、私としたことが少々興奮してしまったようです。話を戻しますが、私は運命のお方であるリムル様とようやく出会えました。どんな美人レイクもリムル様の前には霞んで。え、褒め言葉に戻るなですって？いいえ、全然足りていないでしょう。ここからがいいところなのです。なんですって？時間がないから話を進めろだと。って正気か、ここからが重要なのに。まあいいでしょう、仕方ありませんので、その件については後日ゆっくり。それでは続きを話しましょうか。リムル様はシズの遺言を聞き届けました。寿命を迎えたシズを受け入れ、その身に宿したのです。そしてリムル様は人の姿を手に入れられたのですが、悔しいことにそこまで観察したところで私の方が時間切れとなってしまいました。肝心な場面を見逃したのは私としても痛恨の極みですが、何度も言うように肉体を持たぬ私は悪魔界に存在しておりまして、基軸世界である現世とつながるだけでも力を消耗し続けなければならないのです。シズがリムル様と出会ってからずっと観察していたので、この魔力切れは必然でしたね。無念な思いを飲み込み、次の機会を待つことにしたのです。ですがそこからが長かった。先ほども述べましたが、現世を観察するのも労力を必要としますのでね。
常に見張っているというわけにはいきません。一番いいのは受肉しておそばに仕えることですが、そうするためには先に召喚してもらわねばならないわけで、本末転倒と言わざるを得ないのです。無理やりにでも権限して直に頼み込み配下にしてもらうという手段もありますが、これは禁じ手かなと思いました。私でも短時間しか権限するのが無理な上、そんな真似をすれば自分の力を消耗することになります。そんなリスクを背負ってもしも失敗したら、ペナルティでしばらくの期間現世とのつながりを断たれてしまいかねないですから、定期的な観察すらできなくなるよりは召喚されるのを待つ方が賢いというものでした。そんな消極的な態度が悪かったのか、せっかくリムル様が悪魔召喚を行ってくださったのに出遅れてしまったこともありました。抜け駆けしたのが私の眷属だったのもあり、あの時の恨みは相当なものでしたよ。もっともあの時に応じていたら魔王ラミリスの配下に任命されていたでしょうし、結果的にはこれで良かったわけですが。そんなこんなもありつつ、慎重を期して定期的に観察を続けておりますと、待ち望んでいた機会はすぐに訪れました。リムル様が魔王への進化を目指す過程で悪魔を召喚なされたのです。それはイニシエーション、真なる魔王へと至るために仕掛けられた最後の罠。肉体を作り変える過程で深い眠りに陥り、完全なる無防備になってしまうというね。そこを守らせるために2万もの死体を餌として1000体を超えるグレーターデーモンを呼び出そうとなされたわけですが、それを見逃す私ではありません。ここぞとばかりに自力で権限してリムル様から報酬を受け取ったわけですよ。無論その場にやってこようとしていたうぞうむぞうどもは文句すら口にできぬ体にしてやりましたと。こうして私は無事に受肉を果たし、活躍の機会を得たのですが、そこからも大変でした。いえ、任務そのものは楽勝だったのですが、リムル様はとても無慈悲なお方だったのです。意気揚々と御前に馳せ参じるなり、もう帰っていいよと言われてしまいましてね。生まれて初めて泣きそうになりましたよ。そこをランガ殿が取りなしてくれたおかげで、お仕えすることをどうにかこうにか認められたというわけです。ランガ殿には感謝してもしきれません。これからもずっと恩義を忘れず、彼との遊戯を続けていくつもりですとも。とまあこんな感じですね。このようにして私は名前を授かり、リムル様の従者となりました。羨ましいでしょう。声に出さずともわかりますとも。それではそんなあなたをもっと羨ましがらせて差し上げましょう。リムル様のお世話を任される私ならば、かのお方の普段の生活ぶりを語り聞かせるなど造作もないことですから。それを聞けば私とリムル様の親愛っぷりが際立つかと思いますよ。なんですって？興味ない？いえいえ、遠慮なさらず。本心では興味津々だとちゃんと察しておりますとも。何？時間がないからインタビューを終了する？ですって？理解できませんね。これからがいいところなのですから。え？本気でここまで？まさかそんな。ああ、なるほど、そういう作戦ですか。私から喋らせたくなるように一歩引いてみたわけですね。小物の策などお見通しですが、今回はあえて乗ってやりましょう。それでは次回の機会を楽しみに。またどこかで会える日まで、しばしのお別れです。